フェリックス・フェイコール・ボワには、コート・ジボワールの初代首相、大統領、を、独立運動を主導し、コート・ジボワール経済を発展させた、ウクロ出身。第二次世界大戦後、フランスで第四共和制が成立し、植民地からも議員が選出できるようになると、1946年、フランス領西アフリカ及び、フランス領赤道アフリカの政治家を救合し、 アフリカ民主連合を決闘して、総裁の座についた。その際、同党のコートジボワール支部として、コートジボワール民主党を設立し党首に就任。独立運動を主導した。神仏的な立場を取るフェイコールボワには、各植民地を県に昇格させようとしていたように、フランス連合にも有利な県議もしていたが、各植民地の植民地になるのを恐れた。 フランス本国の大都市議員の全会一致を得るにはほど遠かった。この期間を通じて、フランス本国でも大臣職を歴任し、ルネコテイとシャルルド・ゴールの両大統領時代を通じて、1957年6月から同年11月まで、フランス国務大臣、1957年11月から1958年5月まで、 フランス人工保健省大臣、1958年5月から1961年5月まで、フランス国務大臣についていた。独立が現実的となると、ウフェイコールボアには、フランス領の各植民地の分離独立を主張し、パンアフリカ主義とフランス領西アフリカの連合した、独立党となえるフランス領スーダンのモディボケータと対立した。 ウフェイ・コール・ボワニ側には、オートボルタのモーリス・ヤメオゴラが、ケータ側には、セネガルのサンゴールラがついた。結局この対立は、ウフェイ・コール・ボワニの勝利に終わった。1959年5月1日、公式に独立コートジボワールの首席内市首相となり、新憲法制定後1960年8月から1960年11月まで、コートジボワール共和国初代首相。 同年11月から1993年12月までコートジボワール共和国初代大統領に就いた。1960年を境にコートジボワールをはじめとするアフリカ大陸のフランス領諸国は相次いで独立した。当初はフランスからの独立で一致していた共産主義者と連携していたものの1960年に独立すると コートジボワール民主党の一党独裁体制をとって共産主義者を弾圧してフランスと緊密な関係を続け西側寄りの政策を続けた反共主義者であり1980年代まではソビエト連邦や中華人民共和国などと国交を結ぶことはなかった経済的には主要産業であるカカオの生産流通を管理しカカオ輸出安定化基金を設けて 輸出価格を安定させ、また、カカオ農園の開拓を奨励し、オートボルタやマリ共和国等近隣諸国からの移民を受け入れて積極的な生産拡大に乗り出した。そのかいあって、1980年代までコートジボワール経済は混乱する。近隣諸国を尻目に順調に成長し、年率8%の高い経済成長率を実現。イボワールの奇跡と呼ばれ称賛された。 しかし、あまりにカカオに頼りすぎたモノカルチャー経済と化したコートジボワールは、1980年代以降のカカオの生産過剰によって、経済基盤が崩れ、社会不安が増大することとなる。そんな中、ウフェイコールボワには、自らの故郷に新種とヤムスクローを建設したが、それは、ジャングルの中に大聖堂をはじめとする巨大なモニュメントが立ち並ぶだけのものであり、 首都機能は依然旧首都アビジャンに置かれたままであった。こうした浪費も重なり、コートジボワールの国力は疲弊していった。1990年、複数政党制による、初の大統領選が行われ、ウフェイコールボワには死傷しななせんされるものの、任期中の1993年に死去した。死後、ウフェイコールボワにの進めていた政策の矛盾が表面化。 ブルキナファソ人移民とコートジボワール人との対立、経済の停滞に加え、後継のコナンベディエには、ウフェイコールボワニほどの政治力もカリスマもなく、ウフェイコールボワニ個人の力量によっていた、コートジボワールの秩序は崩壊。第一次コートジボワール内戦へと突き進むこととなった。ありがとうございます。